が良いです。ピッコが良いです。ありがとうございます。ちょっと構成が心配ですが、いいですか、早速大丈夫です。ありがとうございます。この辺の感想しづらいかと思います。ピッコもしかしたらちょっとリバストレスを整えていただかないしてたから
どうしたどうしたって、ね、また気を見て結婚式ばり の, お写真タイムが始まっております。どうぞどうぞ。学ラン？わかりますか？キャラクターの名前までわかんないけど、ジョジョ。あ、ジョジョか。なるほど。すごい、帽子が。あららら。スレッタ、スレッタ、いや、かわいい。ガンダム途中で切っちゃったから。ですけど、あ、かわいい。ジブのキラ、ヨシカゲ、ちょっと
え、これは何ですか？八部の、あのジョジョの八部のキラヨシカゲです。めっちゃ可愛いね。知らない人が見たら普通にマリンだね、あなた。知ってる人が見ると親ってなる。八部持ってる。いやお顔を、お顔をキラスになってこない。かっこいい。ラボだ。あ、炭治郎とアーニャ。あのツイッターに上げたら届くんだねとか言われて、ご復帰させていただきましたが、今回唯一無二のマズル奏者であらせられます、ボナラップママにお願いして、今回特別に世界にあの一つの黄金のマズルを作っていただきました。今回羊毛マイスターの称号をお持ちのラップスターママちゃんが、さまざまな羊毛の色を組み合わせて黄金色を作ってくださっています。そしておひげの部分もゴールドで仕上げられていて、最後までこだわり抜いた特別仕様です。作業場では気持ちを高ぶらせるため、ジョジョの奇妙な冒険第5部黄金の風を見ながら制作されたというこだわりになりました。誰になるのか、ちょっとあれ、はい、はい、あ、わかりました。はい、今ちょっとネタが入りまして、以前からお声掛けさせていただいたスペシャルゲストがお越しいただき、現在もなんとどうやって入ったところの中にいます。はい、で今からお呼びしますので、ちょっと皆さんテンションについてきていただきたい。では早速お呼びいたしましょう。筋肉ゼロ子さんのご登場です。
日は大物祭る争奪じゃんけん大会があるんですけれども、筋肉ゼロ子さんに GX 社大株主様が開催される前澤じゃんけんバリの記憶に残るじゃんけんをお願いしたいんですが、よろしいでしょうか。ですね、よろしくお願いします。では筋肉ゼロ子さんといえば、やはりこの有名なポージングじゃんけんが世界でも有名ですけれども、皆さんにポージングじゃんけんの説明をお願いします。あ、お持ちしますね。回していただいて、この素晴らしさをどうぞ。ポージングじゃんけんお願いします。グーチョキパーを全部ポージングで表現させていただこうと思います。戦いたいもん。いや、まずヒロすごいよね。
気をつけとかないとたまにあの動き回って落とすんで、あ、そうなんですね。あ、なんか床に赤いものがあって大体ベロだから。溶けてきたね。わかりやすいかと思いますが、ラボちゃんになぞらえて初でございます。こっちの方